やばない？ 4 人でこのお揃いの、これで完璧。はい、お会計が。でもちろんここでしょ。最初はグーじゃん。何の打ち合わせをしないで、俺がウィスパーで言ったらちょっとウィスパーで言ってみよう。俺からちょっとじゃあやります。もちろんいろんなパターンで俺しっかりやらせていただきます。寝起きドッキリのテンション。声出していいね。いいの事務所やから。すごい、なんか今日ホームホームテンション上がった。そりゃテンション上がるでしょうに。上がった。上がるでしょうに。いや、ちなみになんですけど、今日なんですけど、なんか向井康二プレゼンツらしいんですよ。あれ、そんな時代やってきましたか。そうですよ。なんか向井さんがちょっとなんかやりたいみたいなことがあるらしいんですよね。今日は皆さんでデイキャンプをしたいなと思います。まあなんかこう康二と、まあ、岩本さんはね、なんかちょっとキャンプをこうやってるイメージがあるんですよ、二人とも。はいはい。だからなんかその俺と阿部ちゃんなんて初めて。おい、デイキャンプっていうかキャンプは本当親と一緒に行ってたぐらいで、大人になってから全然やってない。行ってないでしょ。俺もなんか一切行ったことない。まあ行ってないでしょ。行ってないでしょ。まあ、なんで？服装とかね。なんでなんで？あのね、行く人みんなベスト着ちゃう。あ、行く人ベスト着ちゃうの？ちょっと今袖切っていい？キャンプやるためにさ、ちょっとなんか欲しいものとかあるでしょ。買い物したいでしょ。買い物行って。そうだね、車で行くんですけど、まあ、ドライブということで、まあ、誰か運転しなきゃいけないんだけど、ちょっとここは初めてじゃない？向井康二の生ドライビング。大丈夫かな。やべえ、初心者マークある。結構乗り慣れてますから、はい、早速じゃあちょっと向井康二の運転でまずは行きたいなと思いますので、オッケー。じゃあ乗り込みましょう皆さん。オッケー。じゃあ、うわー、よっしゃ。シートベルトしてます。オッケーしてます。シーツ、サイドミラーチェック。イエー。レフト、イエー。インサイド、オッケーオッケー。アンバックミラー、カーテンミラー、カーテンミラーチェック。オッケー、出発。シートベルト、パペペ、行こうか。レッツゴー。おい、何撮ってんだよ。いいじゃん。何撮ってんだよ。じゃあ俺がロックしてる。ロックしてる。レッツゴー。全然違う。いや、花粉がね。花粉がね。え、キャンプ行くときはさ、やっぱその花粉の対策とかするの？ちゃんと、ね、花粉の時期に行かんねんな。あ、そういうこと。春には行かない。俺もそうだ。あ、虫がいるし。あ、そうそう。やばくない？キャンプ行くのに虫嫌いなんだぜ。そう。いや、俺も虫おる、おらん時期に行くもん。寒い方がさ、ちょっとね。秋冬ってこと？秋冬。そうだね。ね、眠いから、寝ていいから。全然の。いいよ。ありがとう。優しい。フッカ大体俺の運転の時に寝るし、うん、BGM 俺がかけてるのになんか寝てる側なのにこの曲が嫌だ、あの曲にしてるとか。注文多いね。そう、注文多いんだよマジで。そうなのよ、眠かっちゃうね。で、安心してる証拠ですからね。まあまあまあね。でも寝てもらった方がなんかこっちもなんかこう安心するの。安心というか運転頑張ろうって思うけど。守ってあげようという。運転頑張ろう。運転頑張ろうって。運転頑張ろうって。面白いね。無事帰らせてあげようと思うから。ああ、なるほどね。欲しい。そうっす。ちょっと待って。そうそう、眩しなんな。うん。うん。いらねえ。眩しい。眩しい。眩しさをカットする犬がちょっと色が薄めの。薄いやん。関係ないよ、それ。それじゃあんま眩しさカットできないでしょ。ちょ、眩しいわ。何買えばいいんだろう。俺がいつも言って、これだよなってなるのは、やっぱり、はい、火を見ながらコーヒーじゃないですか。ああ、いいね。ついてるまずそれやろう、はい。あ、そうなの、それはちょっとやっぱみんなで、ちょっと一服してから、うん、テント設営したりとか。え、一服してからテント建てる派？これで分かれんのよ、まず。分かれんの？ついて、まずそのお湯沸かして、景色見ながら、うん、インスタント麺をいただいてから、あね、作るっていうのがいいですね。今日お台場の海行くでいいんだけど。これでいいの？ね、ここ右。海？ここ、ね、この空車ってとこがデックス。なるほどね。駐車場。さあ、到着しました。いや、ちょっと、私たち、俺と阿部ちゃんは、こういうところちょっと初めてなので、うん、ちょっとわからない点も多いんですけども。そうね。二人はじゃあちょっと。はい、だまあいろいろね、はい、こう、まあ面白いギアだったりとか揃ってるんですけど、はい、この今日面白い、ちょっと待って待って、面白い、ちょっと待って、店員さんですか？今日は、時間外なんで、今、
今、貸し切りよ。え、すごいね。じゃあ時間もないですから、行きましょう。行きましょう。テンポよく山焚き火台入りましょう。見よう。見ようか。どう？はい。ベースがわかんないんだけど、こう。これが、あれ？もしかして。折りたたみえるの。おお、便利。入ってる。だこれが持ち運び。キャンプグッズ面白いところって、こう収納、あ、こっから広げたらこれになるんだってところも、ちょっとこう男心をくすぐるというか、連携するんですよ、いろんなもの。あ、それは。で、この 2way になったりとか、こうも使えるし、こうにもなるとかっていうのは、多分結構ちっちゃい子から大人まで楽しめるポイント一つだと思います。サイズ的にはやっぱこっちの方が、なんかもうちょっとちっちゃく見たもん。あるんですか、もうちょっとちっちゃいの。これが今一番小さいサイズでございます。はい、じゃあこれんじゃん。これでいいんじゃん。これ4つする？え、じゃあこれにしようよ。そうそう。店員さんこれ4つ。あ、わかりました。ちょっと在庫あるの確認して。ありがとうございます。品番ちょっと見てもいい？品番お願いします。あ、ここにあるのかな？ M です。これですね。こちらですね。4つ。こちらなんで、ちょうど4つあります。4つありますね。え、よかった。じゃあ4つで。仕込み？フランス？あと、ご飯とかやるんだったら、はい、別で。ごとく？ごとく。ちょっとね。直でもいいですし、今あった方が、まあ、今だったらこういう形でいいか。これでいいや。置いて。え、これめっちゃいいんだよ。え、何これ。ご飯作ったりとか。え、全部じゃないってこと？全部じゃないですね。へえ。え、物によるけどね。あ、それぐらいでいいかもしれない。すごい、初心者だからすっごいワクワクしてきた。あと、手袋4つ買っとこう。おぉ。これがないと。え、高っ。アホ。手を守るもんね。そうかそうか。見て、引いたら。守れるね、6000円。分かる、その気持ちも、その気持ちも。なんか軍手とかのイメージあったけど、こういう方が安心だ。確かに、これはそうだよ。マジで熱くなる。安心だし、これはすぐにこう使えなくなるものじゃなくて、長くこう使うと自分の手に馴染んできて、こう色もね、味も出てきて、そこもそう楽しめる。考えたらこの値段だと安いんです。鹿の皮を使ってる、もう本当に初めて来ました。鹿の皮という、鹿皮です。じゃあ焚き火シリーズは OK じゃない？なんかいっぱいあるんだな、やっぱ。ね、あ、すごい。めっちゃ新しい世界に。うわ、なんかめっちゃあるな。みんなの思い出のコーヒーカップ買いに行こう。お願いします。あ、コップと。コップそっちですね。コップとコーヒーを入れる。あれ欲しいよね。あ、ケトル今めっちゃ探してる。ケトルね。渋いね。うわ、渋い。うわ。おもろそう、形。俺もこっちも気になる。キコリ亭のキコリなの。いや、名前のパンチやば。うわ、それしか油引かんでいいね。マジで、くっつかない。へぇ、これ2個買っとく。で、2個、ね、ロゴっすね。これ、うん、何しようか。で、2個しかない。2個ある。いいじゃん。え、あと何やん。え、だからあれだよ、コップ、コーヒーのコップだ。うん。うわっ、かわいい。これでさ、これめっちゃかわいいんだけど。こちら、チタンマグね。うん。え、かわいい。の、テレビにもこれ使ってる。これ使ってる。で、これね、あの、一緒に見えるやんか、これ。うん。質感がちょっと違うのよ、サイズとか。ほら、ちょっとザラザラと、トゥルトゥル。トゥルトゥル。で、これにしよう、今日カップステンレスとチタンがある。チタンがおすすめですから。なんか飲む時の違いとかある？ちょっと熱くなりづらいのよ。あ、なるほど。そうそう、スキットしかない。いや、ふっかさんプラスチックでいいか。あ、何これ3つ。布団があった。やばない？4人でこのお揃いの。しかもさ、すごいよね。なんか質感も含めさ、キャンプって感じ。そう、しかもありがとう、阿部ちゃん。いや、マジでテンション上がる。イエティのクーラーボックスと、これはもうだから、入れるやん。マジ3時間ぐらい経ってもね、キンキン。ええー、そうなんだ。マジいろいろあるんですよ。そのクーラーボックスとか、そのイエティが熊でも壊せないっていうのも。マジかよ。そうだ、結局だから、そのなんか寝てる間だったりとかに、やっぱそういう自然の場所なんで、やっぱ動物も来られる。まあ、そりゃそうだよね。この前は僕は食パンをカラスに持ってかれました。あるんだ。自然。そういうのあるから、まあその丈夫。軽いし丈夫っていうのはやっぱキャンプじゃないのあれでもあると思うよ。ね、寒いんで洋服買います。あ、なんかちょっと寒いと思う。そうでしょ。これです。このギアポケットフリースジャケット、マジあったかそう。うわ、軽
かわいい。しかも。しかもかわいい。見して見して。あ、いい普通に。めっちゃいい。かわいい。かわいいな、ちゃんと。これ、これじゃあ、で、これ着て、ベスト着れば完璧。これで、完璧。ベスト、お、いいじゃん。買いなよ。これは、たくさんグローブとか、物が入るようになって。キャンプする人っぽい。かわいいじゃん。ちゃんとなんかキャンプする人っぽいもん。このフリースだと結構穴開いちゃうんで。なるほど。例えばポンチョとか頑張ってかぶってもらった方が。ポンチョもいいな。そっか、フリース穴開くわ。ベストだけでいくわ。阿部ちゃん何色がいい？ベスト。阿部ちゃんも被るっしょ、ベスト。そうだね。阿部ちゃん何色？うわ、こんなんいいの買っていいの？キャンプ行って、アルコールフォーアップって。どうする？めっちゃ贅沢やで、これ欲しいもん。え、めっちゃ欲しいこれ。何個いいや。4種類4人用ちょうどいいやん。これめっちゃ欲しいな、これ。これ2万円じゃん。これね、いろいろついてんのよ。ちっちゃいお皿とこのセット、4点セット。これね、めっちゃいい。ちょ、持って帰ろうけど。じゃあちょっと工事に任せて。俺もフリータイムなんで。本当に俺これを買うかちょっと。え、ちょっとマジ迷ってる。よし。意外にコンパクトになるもんね。この前マジで雪の中行ったのキャンプ。やっぱこう浮かしてる方がやっぱ物が。あ、これ。これみんな用途。うわ。プライベート。あ、かわいい。あ、そうそう、これ何？知らんねんけど、やっぱフィルターいるやつや。これ粉やもん。で、これや、これだ。あ、それできんだよ。それかっこいいね。で、これと4種類、はい、1個で1杯か。そう。え、何人いるんですか今日？4人。あ、全員スタッフは何人？7 7じゃあ11 11、じゃあこれは俺が自腹で買うから、これ別にしといて。この2個も山本さんいきます。あれ2個、何？別に何も言ってない。えてか俺も黒だから、アブジャマンどっちかに。これのように着んだよ。これのように着んだよ。そう。あ、じゃあ黒でもいいけど、ね、俺こっちにしよう。俺これがいい。ちょっとちっちゃいか。まあまあ、でもマジキャンプ必要じゃん。キャンプ必要。おい、形から入るタイプ。いやいや、ちゃんとベストがいいって言うから。そうそうそう。いや、これ、まあ、確かにめっちゃ欲しいけど、これ。なんか分かんない、なんか絶妙に阿部に似合ったわけだ。そう。アタックでもなんかそのサバイバル行くんだよ。ちっちゃいのかな、サイズは。ちっちゃいから。うん。これいるんですか、ね、伸ばしたこれ。でも全員ベスト可愛いけどね。待って、どういう状況？これいる？この、同じ価格の自撮り。いくらなんだろう。やばいぞ。じゃあこれで、はい。はい、お会計が183,294円でございます。え、もちろんお会計でしょ。4人で楽しむもの。え、これね、スタッフさんに買ってもらうと思ってた。何をしてるの？甘くねえぞ。まだ時間ある。いやいや、え、待って。あ、スノーマンって本当にフェアなんだな。いいよ。え、お届けだよね。いいよ。最初はグーじゃんけんぽい。最初はグーじゃんけんぽい。うわあ！マジかよ！ありがとうございます。もうちょっと追加していいですか？じゃあ俺マジテーブル。こんなんなるなテーブルから。あ、マジで。あ、あったよ、その言ってたやつ。四角いやつ。これじゃないの？これ。へえ。あ、便利だよ。おもろすぎる。まあこれこそ YouTube よ。まあそうですよ。いいよ。これマジで払うよ。もちろんだよね。めちゃくちゃおもろい。あ、こんなに。あの。ワールドワールナンバーワン。あれ、みんな来てくれてるわ。あの、こういうの出していかんと。まあ。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということで、はい、今、買い物が終わりましたので、はい、近くのこうキャンプ場に行って、はい、ちょっとソロキャンプっていうのを、ちょっと楽しみ。はい、やりたいなと思いますので。ぜひ皆さん次回楽しみにしててください。よろしくお願いします。お願いします。とりあえず今回はここで終わりです。よいしょ。す
サバンナちゃん。